ローテニスファン、リコです。今日は柴山さんに来ていただき、女子対決シリーズを行っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。柴山さんは全国レディースで優勝された経験があると聞いたんですが、はい、そうです。千葉県代表出れて全国優勝しました、はい、あれ全国優勝したら当分出れないんでしたっけ？あ、もう二度と出れない。二度と出れない。二度と出れないです。あ、じゃあ決勝行ったらもう、あ、そう、ベスト4に入った人はもうみんな出れなくなっちゃうみたいな、うん、でもだったら優勝した方がいいよね。二度と出れないならね。優勝経験あるんですね。で、なんかあの YouTube やられてるっていう噂をちょっと聞いたんですけども。はい、やってるんですよ。どういうチャンネルなんですか？いや、もともとあのビーチテニスの普及のために始めたんですけど、はい、捨てハムスターを拾って、はえ何なんかハムスターが捨てられてて道端に、うん、それを珍しいな、猫とかならわかる。いや、そうですよね。はいはい、ハムスター拾ったのが、それがバズって、うん、なんか今ハムスターチャンネルみたいになっちゃいました。おーおーおー全然ビーチテニス関係ないよ。何、道路にいたの？え、道路にもうポンってあのケージごと捨てられてて、はい、それを拾って動画にして、そしたらそれが250万再生ぐらい。おー、はい、俺負けた。スライスサーブより全然いかれてる。マジですか？そこからじゃあビーチテニスの内容に変えて今やってらっしゃるんですか？そこからあのハムスターもビーチテニスもテニスもなんかもうごちゃ混ぜのよくわからない、なんか自分でもよくわからないチャンネルになってきました。へー、面白い。面白い。何がバズるか分かんない。意外すぎた。でも今日は、はい、女子対決シリーズということで、前回、ね、はい、石井コーチに敗れて、はい、2回目ということ で、はい、石井コーチもあの全国レディースで、ね、優勝経験がありますからね、はいはい、リベンジしたいと思います。お、いや、これは鈴木ファミリーとしては勝ってもらわなきゃ困る。この企画続くんですよね。続きますよね、はいはい、そうです。リコちゃんのもう、はい、挑戦企画ですから、はいはい、今回は、4ゲーム形式で、はいはい、行っていきたいと思います。はいはいはい、じゃあ3オールでタイブレイクという形でいきましょう。タイブレイク、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。うわー、リコちゃんのちょっと焦ってる感じがありますね。お願い。さあ、体力体力、はい、体力と気力だ。はい、気合いで。スタテニグッズ販売中、詳細は概要欄へ。じゃあサブで、じゃあ、あ、コート選びますか？コートこっち。リコちゃん風あるからね、結構。え？風吹いてるから。扇風機の風吹いてる。扇風機の風吹いてる。風に乗ってサーブ打ちます。さっきちょっと風下、少し風下ね。そうですね。うん、ちょっと強めに打ちます。うん、いやー、ミスが少なそうです。シングルスは結構やります？いや、全くやんないです。全くやんないです。シングルスも動けるかなと思って、ちょっと恥ずかしい試合にだけならないように頑張りたいと思います。いや、でももう前回負けてるので、今日は本当に勝ちに行きたいと思います。え、アドバイスしてくれる？バックのアドバイスというか傾向ですけど、はい、バックのやっぱダウンザラインに結構得意で、で、はい、フォアがやっぱ激圧グリップなんでちょっとシャンクしがちっていう情報です。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。お願いします。お願いします。ヒラリー結構振ってくるね。うん、でも振るけどそんなにパワーがあるタイプじゃないから、あのボールが飛びすぎないよね。早く打ちに行ったら負けですね。100球ラリーの気持ちでいきます。
張してると思います。緊張してますか、はい、いや、私は緊張してます。うまーうわーうまあれありがとうございます。全国レディーだね。撮ったことないかもしれない。なんかいつもより静かじゃないですか。すごい緊張するんですけど。作業はい。誰と年一緒だ。ナイスラリー、ナイスラリー。もうやばいんですけど、ちょっと疲れる。よし、終わりました。あ、でもフォアのクロスが強いね。引っ張るこのサーブ早い、力がある。サーブ早いですね。恥ずかしいよ。恥ずかしい。壊さないでよ。壊さないで、大丈夫。でもあれね、当たってなかったら入ってたかもしれないよね。さあ、もう一本。入ったかと思った。おお、ナイスショー、ナイスショー。でも展開的にはこっちだな。今ナイスアプローチ、ゆくちゃん、ナイスアプローチ。ありがとうございます。いや、まあ、完全にまぐれです。完全にまぐれ。いや、なんかバックが下手くそなのがバレてきて、一個一個狙われてるんで頑張ります。いい試合。いただきます。ラストかな。スラリー、つい。すいません。よっしゃ。やばい。うまいね。なかなかミスしない。あ、ちょっとちきっちゃいましたね。最後浅い浅い。スタートでファーストサーブの確率がちょっと悪かったんで、次サービスゲームをちょっと修正したいと思います。熱い。結構フォアがラリーはできてるんですけど、柴田さんね、フォアの回り込んだ時もいいですけど、あのフォアのやっぱ最初のポイントとその後のポイントでもうフォアのクロスが好きなので、あのそれがあの得意なパターンでしょうね。しかも今もフォアで3連続でいって、最後のボールもちょっと浅めに打ってたので、まあそういうなんかこう先に予測をして自分が主導権を握るっていうことができてますね。うん、久々にリコちゃんがこの真剣にボール見て真剣に走ってるのを見てます。いつもミックスやってる時は楽しんでやってるから。さあ行きましょう、頑張って。はい、はい、最初から両手打ち、昔から。いや、私途中で両手にしたんですよ。あら、それなぜ。なんかイップスになっちゃって。こっちが、はい、
なんかよくありません？全然イップスになる感じがしない。フォアハンド結構なる人いません？有本直樹っていうのがなってる。で、両手に しました。いい選択ですね。でも、イップスになって両手にして、フォアハンドがあんなに攻められる人、あんまいないですよね。いない。私はスライス系になっちゃいますよね、みんな。絶対なりますよね。よく振ってるよね。でもうちのリコも意外と今日調子いいですよ。もっとねミス早いんですけど集中してます。じっくりやってますよ。コートも遅いっていうのもあるんで、じっくりやらないでほしいですね。頑張っていきましょう。頑張ります。コートがね、いつもやってるシードよりかなり遅いね。遅いからラリーがやっぱり自然的につながる。相当遅いここは、結構ちゃんと作らないとポイントにならないです。だから私たちは体力勝負ですね。最後の最後は気持ち折れちゃったら負けですよね。でも長いラリーが打ちたくなっちゃいます。でもそこを我慢して本当のチャンスだけを決めきります。でもね、両手打ちなんでどっちに来るか分かんないんですよ。だから読めない。フォアの方が嫌だ。はい、バック狙ってますので。フォアで一発目クロスにエース決められたんで得意なのかなと思って、でもバックもミスされないんでちょっとどうしようかなと思って気合いで。なんかラリーが長い分、来たと思って力んじゃってます。これ4ゲーム。フィフティーンラブ。思いのほかミスが少ないね。動きも。リコちゃんなんかちょっと焦ってる感じがありますね。やってる感がある。サーティーラブ。ね、かもね。あ、おい。よし、こうやって一本ずつ。ありがとうございます。15-30ですよね。15-30 お願い。ナイスカウンター。大勝。強すぎません？ゲームかな。ありがとうございます。そうです。なんか遅いんですけど絶妙に浅くて逆に打ちにくいです。もうちょっと浮いてきてくれたら上から叩けるんですけど、ここ取らないと0-2かキープします。ビーチも疲れるんですけど、やっぱテニス久々だからかな。はい、もうめっちゃ疲れます。ファーストが。大丈夫？滑った。ちょっとグキッとやっちゃう。グキッとやった。無理しないでね。はい、
しないすぎた。すみません。ポイント。これきゃ。ナイスタイミング、ナイスショット。しっかり右足で入るな、こっちで。めっちゃ良かったです。それだよ。テストかな。テスト。ちょっと、コーチング、コーチングが必要です。お父さん、お父さんやろうか。お父さん、お父さんやろうか。ゼロさんです。ねえ、でもちょっとね、あの焦ってるでしょ。はい、うん、やっぱり絶対ミスしてくれないと思うん で、うん、でね、チャンスが来た時に打ってくるコースは基本クロスなのよ。はい、うん、彼女はクロスに長く長く打ってきて、自分が主導権握れる時だけ両サイドを打とうとしてるけど、だね、そんなになんかね焦って、もうロングラリーにするか、例えばちょっとこう前におびき出すとか、そういうんだったらいいんだけど、はい、ちょっとね主導権握りたいっていうね、思いがちょっと強いだから、もうすぐこうね、カットインっていうんですか、こう、はい、斜めに入ろうとしすぎちゃってるから、その分、ね、やっぱね、でコートも遅いからやっぱね決まらない、うん、だからもう体力勝負よ。気合で、もうそれしかない。いや、それでいきましょう。もうそれしかない。方法がない。理想的な展開ですね。ですかね。このあと1ゲーム取りたいです。スリーラブ。入ってるわ。よいしょ。よいしょ。入ってる。ラインに乗ってちょっと早かったな。目が熱い。15ラブ。ですよね。よいしょ。ですよね。ああ。コート広く使われてる。もう決めました。もう打てないです。ひたすらつなぐ。サーティーラブ。うわ、危ない。さあ、体力と気力だ。はい、気合で。サーティーヒフティ。スピンかかってる。ナイスラリー。わざとちょっと前におびきをしてみたんですけど、いや、ここからです。最後もう疲れちゃった。最後疲れた。いや、笑いすぎでしょ。最後タイミング外れたな。もうついになっちゃった。
ゼロか。ありがとうございました。チームスタテニのメンバーになりませんか。僕の特別レッスンを配信中です。ただいまの結果、4対0で柴山選手の勝利です。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。いいラリー戦でしたね。いやね、フォアね、毎回ね、この右足でしっかり入る。しっかりクッて入るから、その間があって、で、クロスコートが多分得意だと思うの。うん、両方ともフォアのクロスとバックのクロスを主体にしながらやってて、でもストレートもいいボールが打てた時はちゃんとエースを狙いに行く、1本あったけど、うん、まあ、そういうところがね、なんか体力奪われてたよね。はぁ、言ってました。リコちゃんは今日走って帰らせます。あ、そうですね、はい、家まで。はい、さすがにやっぱり柴山さんビーチテニスやってるだけあって、体力で体のキレがやっぱすごかったですね。うん、いや、フォアハンドを主体に、うん、ミスも少ないし、もともとフォアハンドがイップスで、はい、両手にして、うん、それでバック打ち。はい、バック打ちですか。フォアよりバックよりフォアの方がやっぱ得意ですか。そうですね、昔はバックハンドの方が好きだったんですけど、今はフォアの方が好きです。すごい肩入ってよく打ててるし、うん、よく相手を見てこう振り回してる。そう、ロングラリーに、ね、なってる、ね、いつもはやってるところはやっぱもっとサーフェスが速いんで、球、うん、数がもっと半分以下。そう、ね、あまりこうリコちゃんとかがシングルスやってもそんなに続くことがないので、うん、先に攻めた方が勝つんだけど、うん、今日は粘られたね。粘られた、ね、完全にね。粘られて焦っちゃって打ちに行ってミスみたいな感じで、まあ、やっぱり全国大会の優勝経験もあると、はい、いうことで、次の時間はですね、はい、このお二人に我々ビーチテニスを教わって習って試合をしていきたいと思います。じゃあ対決するってことね。そのようです。はい、わかりました。頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ということで今日はプリンスさんの最新ラケット、はい、X シリーズをご紹介していきたいと思います。はい、日本を代表するプリンスアンバサダーのお二人に説明していただけるということで。え、俺が説明するの。嬉しい。違うでしょ。はい、僕からちょっと。あ、よろしくお願いします。まず、はい、この X シリーズなんですけども、特徴的なのがここですね、うん、このねじれてる、これは見たことないよね、よ今まで。ラケットなんてどこのメーカー使っても、どの種類使っても一緒なんでしょうという方、うん、これだけは本当に違います。はい、フォアハンドの時、X の面が必ず下に来るじゃないですか。下ね。はいはい、被ってきた。下ね。はいはいはい。で、バックハンドの時、上側に来るじゃないですか。はい。そうね。つまり、フォアハンドとバックハンドの時に打感が絶対に変わるように、そもそもフレームの構造ができていると。おー、フォアハンド最初の1球目打った時、ちゃんとそのパワーがダイレクトに伝わるっていう印象がすごいあったので、はい、あ、ちょっと変わったなっていう感じがしました、はい、僕は、はい、非常に良かったと思います。はいはい、いや、もうこれはよくあるじゃないですか、やっぱり一般でテニスを楽しまれる方は、はい、特にフォアは得意だけどバック苦手っていう方たくさんいるでしょ、はい、そういう方に持ってこいのが、うん、フォアはすごい力強いのがバーンって伝わる感じがあるけれども、はい、バックも乗せ感というか、そういうのはフォアよりもあるような気がするので、はい、私現役の時はバックの方が得意で、はいはいはい、もう何使わせてもバックはフィーリングバッチリよって感じだったんですけど、現役引退してからなぜかもう腰が入ってかなくて、もうちょっとバック怪しいので、はい、もうラケットに助けてもらっちゃおうと思って。フォアとバックで硬さが 11%、 合成が 11% 違うらしい。お、そんなに違うんだ。はい、なのでスイングスピードにも負けない、はい、ここにフォアハンドグリグリ、はい、バックハンドフラットの代表格が我々の私すごいグリップ厚くて、ミスするときは大体カシュってなってミスしちゃうんですけど、これすごいしっかり当たってくれて、バックは結構当たりは優しいイメージで、安定感のあるボールがいくなっていう印象でした。これ面は100、そうですね、面は今回4機種ありまして、はい、100で 290g とちょっと軽めなんです。そうそう、軽めだから操作性もね、はい、ねじりながらしっかり軽くても飛ばせるラケットをつけるって、やっぱり技術力がないとできない。これ考えた人すごいね。ということで試すしかないと、はい、いうことなんですが、なんとですね、プリンスさんの公式ショップでですね、レンタルができるということで、今ならなんとこの番組を
見た方、リンクの方からですね、キャンペーンやっておりまして、ラケットをですね、この100インチと105インチ、はい、1本ずつ、プレゼントというところに、さらに小野さんと愛さんのサイン入り T シャツをつけてというキャンペーン、はい、はい、ぜひぜひ応募してください。お願いします。よろしくお願いします。オンラインテニススクールチームスタテニ、チームスタテニではここでしか見られない特別なレッスン動画を配信。だけじゃない、必ずご返信します。他にもたくさんの特典を用意しています。一緒にテニスをしましょう。チームスタテニ無料トライアルは概要欄から。